皆さんこんにちは。ミニチュアシュナウザーのポパイです。今日の動画は5月14日に茨城県稲敷市は木漏れ日森の茨ライドで開催されたシュナウザーキングダム2023に行ってきたので、その様子をお伝えします。9時開場で私たちは8時20分ぐらいに到着したのですが、もうすでに多くの人が並んでいました。前売りチケットを購入していたので、モバイルチケットでスムーズに入場できました。ちなみにチケット代は大人が1800円、ワンちゃんが800円でした。初めての場所で緊張気味のポパイ、ずっとクンクン匂いを嗅いでいます。入場してそのまま奥の方に進み、今回のシュナキン会場まで歩きます。シュナウザーキングダムではピクニックエリアが用意されており、自由にテントやレジャーシートを敷くことができます。なのでカートにピクニックグッズを入れて運んでいる方が多い印象でした。私たちもテントを持ってきました。木漏れ日森の茨ライド、初めて来たのですが、すごく広い公園でアスレチックやシルバニアファミリーがたくさんいたり、とても楽しそうなところです。素敵なフォトスポットも多くて、皆さん立ち止まって撮影されてました。会場に到着しテントを立てました。今回持ってきたテントはコールマンのポップアップテントで、簡単に設置できる上に遮光性抜群の優れものです。早めに会場に着いたつもりでしたが、かなりピクニックエリアが埋まっており、場所取りギリギリでした。確実に場所を取るためにかなり早くから待っていた人もいたそうです。開会式まで時間があったので、シュナウザーグッズマーケットを散策します。良さそうなフードやおやつ、洋服やシュナウザーをモチーフにしたグッズなど、幅広く出店がありました。気になるショップが何個かあったので、後でじっくり見に行きたいと思います。人だかりができていたので見てみると、撮影スポットでした。ポパイもここで撮影します。事前に撮影スポットが多くあることは知っていたので、いい子でお座りできるようにおやつも持ってきました。無事に開会式が行われ、注意事項やイベントの流れなどの説明がありました。開会式の後、名刺交換会が行われます。名刺を構えて待っていると、 MC の方に壇上に上がるように促され、一気に注目の的に。一番最初だったのでかなり恥ずかしかったです。ですがそのおかげでスムーズに名刺交換できましたし、たくさん声もかけていただけました。名刺交換していただいた方、ありがとうございました。たくさんのシュナ友ができました。皆さんすぐに SNS をフォローしてくれたり、お写真を撮ってくれたり、嬉しかったです。名刺交換会が終わり、ドッグランに向かいます。シュナだらけのドッグラン、ずっと楽しみにしていました。ポパイ、たくさんお友達作っておいで。と言ってもポパイはかなりの犬見知りで、ドッグランではほとんど走れません。それではポパイの内弁慶ぶりをどうぞ。OK。
こんな感じで犬見知り連発で全然動けませんでした。飼い主はシュナばかりのドッグラン、最高に楽しかったです。お友達できないねと主人と話していたら、なんと YouTube を見てくださっているというご家族に出会えました。シュナちゃんの名前はミース君。ポパイと色味がそっくりです。ポパイと違って活発な男の子でとっても可愛いです。お父さんは通勤中よく YouTube を見てくださっているということで、まさか視聴者さんに声をかけていただけると思ってなかったので本当に嬉しかったです。 YouTube やってきてよかったなぁと思いました。でかしなんだね。手をね、ああ手がね、あ本当だ、手が大きいかも。あ行っちゃった。行っちゃった。元気元気。よかったね、嬉しいね。なんかいっぱいやっぱいるけどね、やっぱ可愛い子は可愛いよね。ありがとうございます。お腹も空いてきたので一旦外に出て公園内の売店に行くことにしました。公園にはアルパカや他の動物もいるみたいで賑やかです。この公園は駐車料金が500円かかるのですが、園内で使える500円クーポンが配布されるので実質無料の駐車場でした。このクーポンを使ってお昼ご飯を食べました。私たちが座ったベンチにはワンちゃんをつないでおけるところがなかったので、長時間噛んでられるガムを持参して正解でした。ガムのおかげで私たちの食事中もおとなしく待っててくれました。ご飯を食べた後はテントでのんびり過ごします。ポパイは普段お昼寝をしている時間なのでちょっと眠そう。次のイベントスケジュールを確認したり SNS をチェックしたり、このテントを持って行ってよかったなと思いました。のんびりしているといつの間にかポパイは夢の中。さすがに疲れちゃったかな。この後は集合写真を撮影したり、お店でお買い物をしたりして楽しみました。雨予報で心配だった天気ですが、うっすら晴れ間も見え、少し暑かったです。皆さんのシュナパワーで雨を吹き飛ばしました。ハッシュタグシュナキン2023をつけて SNS にアップすると、抽選会ができるイベントに参加しました。そこでなんと、欲しいなぁと思っていたスウィートウィリアムさんのお皿を当ててしまう幸運を発揮しました。すべてのイベントが終わり帰ります。ポパイもかなり疲れた様子で帰りの車は爆睡でした。シュナウザーキングダムはポパイを飼い始めて早々に知ったイベントで、ずっと行きたかったので今回参加できて本当に良かったです。皆さん本当に優しく声をかけてくれて、ポパイも嬉しかったと思います。今回のシュナウザーキングダムでの皆様との出会いに感謝です。これからもよろしくお願いします。またどこかでお会いできたら嬉しいです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。